降臨寺は宮城県と飯と与里町木沢にある仏教寺院である。旧北上川を前にした丘陵地の谷間に位置し、JR 気仙沼線の三岳道駅から徒歩5分ほどのところにある。自伝によれば、降臨寺は火災市の氏族、月林、六郎、七郎兄弟の母体を弔うために1584年に建立された。元来当時は、 県代州としての改装寺院であったと言い伝えられており、本尊も阿弥陀如来だが、その後、総当州に改修した。境内は、傾斜地で、古木や植栽も見事である。高林寺山和高林寺山門は、1540年室町時代の後期に月林館の東門として建築されたものを、高林寺海山寺に移築した。宮城県では、 珍しい室町時代末期頃の様式的手法を残す意向であり、1972年10月11日に宮城県の有形文化財に指定された建造物である。宮城県内最古の山門で木造建築物としても、角田市の高蔵寺阿弥陀堂に次いで県内で2番目に古い。1990年11月に全面解体修理を受けた。二つ柏の門は、 束ねとして、建造当初より組み込まれており、宗家の火災遺は三つ柏の家門を、初代清重以来用いてきたものと言われている。とすれば、この三門は、火災種族との関連を示す、現在唯一の物的証拠と言えよう。なお、高林寺と月林兄弟についての論文等は、欧州三砂湖活戦記、軍記物語、1988年に記載されている。 ありがとうございます。